まだね、はい、井上京子の鼻っ柱を折ってくる選手ってなかなか現れてないんですよね。そうですね、いずれ壁にぶち当たるであろう井上京子と。そう見えてますか、斉藤さんは。うん、ちょっと今のところ向かうところ敵なしですね。はい、そしてこの試合のタイトルマッチですけど、予想斉藤さんどうですか。トヨタまなみの方が、はい、技術の差、技の豊富さで勝負に挑むのか、はい、それともタイトルを取りに来る試合に出るのか、また井上の方も、技のレパートリーなら私の方が上よっていう戦い方で行くのか、はい、それとも何が何でもベルトを守る戦いを選ぶのか、なるほど、その辺でしょうね。はい、大変なテクニック合戦になると思います。そうですか、はい、そして内上さん、はい、うん、この両者の対決というのは過去にもですね、はい、もう名勝負なんですけども、はい、今日もそれ以上の試合を期待してるファンが多いと思うんですけども。そうですね、内上さんどんなところ見たいですか。やっぱりですね、はい、井上京子選手のガッツ、あかなりいきなしだ。トヨタ選手はやっぱり、はい、いつものような、はい、早い動きとですね、はい、いろんな技のキレですね、はい、で井上京子選手はやっぱりもうああいうですね、動きでかく乱と、はい、パワーで、なるほど、頑張ってほしいと思います。はい、両選手やっぱり試合を作ってるのは井上かなっていう感じがしますね。今コロクエルダスロブ足やりましたよ。ゴング鳴って両選手ドロップキックで相打ち、コロクエルダス、そして場外に落ちた井上京子をトヨタがトップに行くのか、早くもおっと最上段から、あーこれはすごく最上段から飛びました。本当に破天荒な怖いもの知らずの豊田真奈美ですけどもね。まあ運動神経は素晴らしいもんね。はい、そして得意のドロップキック、なおもこのあっとドロップキック見せかけてフライングボディアタックカウントワン。ね、トヨタがドロップキック4つぐらい連チャンするでしょ、はい、僕途端に試合が嫌になっちゃう。あれなんで斉藤さん、うん、あれファンやっぱ好きな人多いんですよ。そうですか、はい。いいじゃないですか、やったって15連発ぐらいやっても。いやいいですよ、嫌い、いや嫌いというんじゃないですけど、もっとなんかいっぱいあるしね、この選手。あ、なるほど。内上さんは好きですか。はい、トヨタ選手も髪長いんで好きなんですけど。何やってもいいんでしょ、まあ、髪が長いのは好き。京子ちゃんはですね、京子ちゃんとあえて言いますけど、ちゃん、はい、この間お母さんとふみ斉藤さんのおごりで、はい、ステーキ食ったんですよ。あら、それはいい思い出がつく。だからそれで急にファンになっちゃったっていう。急にファンになっちゃった結構そのミーハー的なのがいいですね。でもそういう出会いがやっぱり、だから京子選手も本当でもね、飯食ってて1時間半か2時間半で、ね、プロレスのこと以外一言も喋らなかったですね。そうですね、4人でね、もうプロレスのことだけで会話が成立してましたから。さすが京子さんならではの。いや、プロレスのジョークが通じる人たちっていいですよね。そうですね、ステーキ食べたんですか、はい、いいですね。ステーキな夜でした。はい、試合に しょうもないこといいですね。しょうもないこといいです。私は本当にそういうの嬉しいって言うんですよ、嬉しい。この IWA 世界女子選手権っていうのはですね、やはりまあこのですね、全日本女子プロレスの中でも 3WA 世界タイトル、そしてオールパシック。藤斉藤さん、位置づけが難しいですね、このベルトはね。これはこれからのタイトルですよね。もともとはこれ長与中佐の遺産なんですよね。これはそれがメドゥーサ選手の手に渡り、はい、彼女が帰った後空位になってたものを去年、はい、デビーと井上でもって、争った、決定戦でありましたね。復活チャンピオンに井上京子が輝いたという、はい、まあ、ベルトがたくさんあるとですね、はい、どれが番付でいうと上なのかって分かりにくくなりますけども、はい、どうでしょう、宇治上さん、これは UN ぐらいのベルトでしょうね、ちょうどね。そうですね、これ非常に分かりやすいですね、ユナイテッドナショナル選手権、UN って感じですね。はい、なるほど。井上京子選手は本当に真面目な選手ですよね。プロレスのことしか考えないというか ね、 そうですね、24時間かなりでも、でね、今は自信を深めてますよね、はい、自分のやってることに。この両選手はですね、まあ、ビッグなですね、会場ではですね、本当に8ヶ月ぶりということの3度目の対決、過去にはですね、1勝1敗ということでね、まあ、3度目の正直、このレッスルマリンピアードではタイトルもかかってるんでね、両選手とも負けられない試合なんですけども。前回はいつ。前回はですね、昨年91年のですね、8月18日後楽園ホールでジャパングランプリで井上京子がですね、トヨタを破って、なるほど、優勝したんですね。乗りに乗ってジャパングランプリ制覇しちゃったんですよね。あ、なるほど、はい、あ、その後バイソンに勝ったってことね。そうですね、1日3試合で勝っちゃった。あ、はい、もう無尽蔵のスタミナと言われてましたけども、このね、このモンゴリアンチョップ、そしてこのコスチューム、内上さん、はい、ひらひらがつきましたけども、これやっぱメキシコ帰りかなと思うんですけど、いいですね、このひらひら動きがね、いいですか、華麗で、好きですか、ドロップキックの打点が高いですね、はい、モンゴリアンチョップ、そしてドロップキックから
両足を取っての逆エビ固め、強引に自分の体も反り返って威力を倍増させますよ。なかなか効かないんですよね、トヨタ選手に逆エビやってもね。そうそう、体柔らかいですからね。もう本当に柔らかいから、はい、その逆エビから逆肩エビに移行しました。体の柔らかいことではですね、全日本女子プロレスの中でも1、2を争うトヨタ学びですからね。これはやっぱり逆エビから逆肩エビに移行した、ここら辺はですねプロレスね、24時間プロレス系の井上京子ならではの攻めですけども、ここは自ら外して、これはこの井上選手っていうのは、はい、同じ技でも ね人と同じ入り方をするのが嫌なんで、うん、同じロメロスペシャルでも足の入れ方を変えてあるんですよね、こうやって。はこれは、ね、あこれも、あそうですね、ちょっとずつ変えてありますからね、はい。ロメロスペシャルですけどもね、自ら膝をはじめ折っておりましたね、そしてこれ威力がですね、また通常のロメロスペシャルと違いますけども、ぐいぐいと背中、足、そして首も攻めてますね。複合技です。リング中央、これトヨタきつい攻めを受けてます。試合ね、開始になってる、そうですから、はい、これはなんかもう不安もですね、全く会場二分されてると思うんですけども、そしてラクダ固めキャメルクラッチ、割と密着戦にしてあるのかな、あの井上京子は。そうですね、空中戦とか、はい、スープレックスもの、回転エビものが多くなると思ったら割と密着戦も多いようですね。そうですね、まあ、手の内は両選手ともね、もう 100% 知ってますんでね、これは片付きつけたら痛いよ。アルゼンチンバックブリーカーに捉えて、おっとここで回転を少し入れての豪快投げ落とした。これはまさしくスタイナーブラザースのような豪快さですけども、あこれ回してほしいですね。そして逆エビ固め、しつこく背骨密着技で攻めますけども、藤上さん、はい、試合開始になって派手な空中戦がありましたけども、ここでですね、うん、密着グランドレスリングなんですけども、はい、はい、ここら辺もグランドで勝負できるっていうのは井上京子の強さですよね。そうですね、あの体重が京子選手もありますから、はい、あのグランドいい戦法ですね、はい、トヨタ選手の動きを止めるっていうことは、先ほど3月20日のコラケンホールではこの井上京子、ブル中野とシングルマッチを行いまして、惜しくも負けましたけども、斉藤さん、はい、あの試合も本当に食い下がって井上京子実力をつけてるなという試合でしたけどもね。そうですね、井上京子でもプロレスが素晴らしいことみんな分かってるから、はい、もっと今よりも今よりももっと高いものを要求したくなるんですよね。なるほど、このね、弓矢固め、ボー&ローもですね、また一工夫ですね、サソリ固めみたいな形で入って、はい、寝てるって感じでしょ、はい、首も締めるという、一味変えてあるんですよね、この選手の、はい、やっぱ研究熱心さが書かれますよね、まあ、本当にですね、リング美人、この言葉がね、ぴったり当てはまる井上京子、次から次へとオリジナル技を展開してます。もう次から次へと自分のレパートリー出そうとしてるね、はい、ちょっと防戦一方のトヨタ、ちょっと攻め受けすぎじゃないかと思います。ここでカンパーナ、これもルチャリブレ殺法、鐘がですね、はい、こうなるようにですね、釣り鐘ね、はい、カンカンと鐘のですね、カンパーナというんですけどもね、ここら辺もね、そしてすぐにね、カメルクラッチでまた背骨と首を締めるという、すごい攻めを繰り返す IWA 世界女子チャンピオン井上京子、ほぼ90度に曲がってますね、はい、空中殺法を得意とし、ツープレックスもですね、次から次へと考案するトヨタ学び、ここら辺でちょっとダメージはですね、あまり多く今後に残したくない展開ですけども、京子がここでキャメルクラッチをほどいて必要に足を攻めるところで逆に抱え上げてコーナーに乗せてストマックへパンチ、豪快に投げてダウンしたトヨタを引きずり起こしてロープへ振った。これもオリジナルですね。そうですね、なんですけど、はい、投げ捨てるようにブロックバスターっぽいですけどもね、はいはい、そしてモンゴリアンチョップをかわしたトヨタが背後からのドロップキック、ここで息を吹き返して
チャンス。あーしかしタックルをトーキックでかわしてトヨタがもう一発飛んだが、あーこれはドロップキックはかわしてとよく今日井上君が見ていた。今の展開は新しかったですね。はい、今ヒヤリとしましたね。そして井上京子のロック画面トペレベル差がなんと当たったトヨタ、これフェンスにコトブ当たったあの頭が鉄柱、あのフェンスにもろに当たりましたね。はい、すごい音がしたんですよね。このロープ2段目からのですねトペレベル差、これも非常に最近のプレス界では珍しいですね。ロープ2段目というとラ・ケブラーダがですね男子マットではねこれ流行ってまして、このトヨタ学びもですねラ・ケブラーダ、ね、斉藤さんトップロープからやりますし、2段目からもやりますけども、これも負けじらマシンの強い井上京子、先に空中殺法をね仕掛けましたけども、ちょっとフェンスに当たって後頭部を抑えているトヨタ心配です。ちょっと心配ですね。内上さん、はい、今後頭部もろガシャンという音しましたね。すごい音しましたからね、ちょっと大丈夫ですかね頭蓋骨の方は。ねえちょっと心配ですよね。はい、さあリング内に戻ったトヨタを井上京子がパンチから、これは川田俊明、顔面蹴り、そしてカナディアンバックリガーからスピンを加えた、回して叩き落としてカバーに入ってカウント2。この本当に井上京子ナイアガラドライバーに代表されるようにバックリブリカーも多種多様に持っています。ここでノーフィッシャーマンもカウント2。今のフィッシャーも早くて綺麗でしたね。はい、ちょっとトヨタ後手後手にね攻めがですねどうしても井上京子ペースですけども、ここで得意のドロップキック、さあ両手を広げて、これは斉藤さんが嫌い、内上さんが好きだという、いや別に嫌いとは言ってないですよね。そうですか、ドロップキックはダウンする前起き上がる途中でもねトヨタがねドロップキック、やっぱあの前世時代半兵衛さん、はい、前世時代のミルマスカラスを思い出すじゃないですか。ありがとうございます、その言葉私は本当に拙者も大好きなミルマスカラスです。内上さん伝説の22連発、はい、22連発超えてほしいですね、トヨタに33連発ぐらい、これは背中に行くな、あっ背中に、今のはヘッドバットと見せかけて の、ね、ボディアタックですね。いやすごい異様な異様な技でした。これはちょっとトヨタが先ほどのグランドレスリングの攻撃を、ね、はい、強引にスープレックス、これも見事なブリッジカウント2、もうダブルアームと見せかけて斉藤さん脇を固めて、今のトヨタ選手もスープレックスもんに関してはこだわりが強くて、はい、自分でアクセントつけてますよね、全部あの、ね、普通のダブルアームでなしなんだかとか、はいはい、そうですね、ジャパニーズオーシャンとかダブル、はい、ジャパニーズオーシャンその2とかね。ここでよく井上京子も返しましたけども、まあ、ジャパニーズオーシャンからそのジャパニーズオーシャンのサイクロンというのが斉藤さん、新しく誕生しましたしね、ここら辺それがさっき言ったその2です、その2ですよね、はいはいはい、この2人本当にねバックブリーカー、スープレックス、空中殺法に至るまでオリジナル研究熱心ですね、はい、やっぱり、日々研究、内上さん、はい、プロレスを愛して好きなんでしょうね、やはりそうですね、両選手ともやっぱりでもそんなことはプロレスラーだと当たり前のことです。そうですね、まあセンスもいいんだと思います。そうですね、うん、よく練習する両選手ですけども、ここで井上京子がこれはリング中央でチャレンジャートヨタを逆エビ固め、逆エビ効かないんでしょうね、でも必要ですね井上京子の逆エビ構成、逆エビってのは肩エビの方が効くんですかね、どうでしょう、これは以前から拙者は疑問に思ってるんですけど、どうでしょうね、あのおそらくですね、うん、片指固めの方が、広い意味では逆指プラスアキレス腱固めだと思うんですよ、持ち方がで体重がかかるのは逆指じゃないですか、はい、ここで場内のトヨタコールにね、トヨタが逆指でしょうね、痛いのは、そうですか、女は片指わかんないけど、ロープ振って、あまたしてもドロップキックをがっちりと両足を掴んで強引に逆エビ固め、すごい反りですね、反りがすごいですよね、トヨタも頑張る、おそらく逆エビっていうのは重いんですよね、持ってる方もね、だから片っぽを足生かしちゃって、はい、両手で片っぽの足をね持つという技に移行するんじゃないかなという気がします。体の硬い選手でしたら逆エビも逆肩エビもその一発でギアアップ取れると思うんですけどね、
これぐるっと前に回るんですよ。これも珍しい前方回転のロメロスペシャル、よく考えてやってますよね。はい、これもですね、日本マットではなかなか使い手がいません。今の技なんていうの、前方のロメロスペシャルですよね。あ、はい、あのメキシコでは何人かいるんですよ。なるほど、はい、見てて楽しいですね。2人ぐらいいるんですけども、日本マットでは井上京子しかいませんよね。あ、これはよくミサイルキックをトヨタが出して、最上段に登ったトヨタがプランチャースイシーラー、先ほどの トップレベル差を返しました。あのゲブラーダとかそういうのやってほしいですね。まだ出るでしょうね、きっと才能ような、出ると思いますよ、トップロープからのグリッドドラー。おーっと、逆にプランチャースイシーラーがトップレベル差で返すという。いや本当に井上京子は新しいこといっぱいやってくれますね。はい、全く両選手コスチュームも個性も違うんですけども、動きそして柔軟さ、どれをとってもこうつけがたい、この両選手の IWA 世界女子選手権、早くも時間は15分を過ぎました。エプロン越しのブレンバスターを狙った井上京子、バックに回ってそれをエルボーでしのいで、ジャーマンそれを組みついてエビ固め、トヨタが丸めた、監督今も芸術的なエビ固め、ラリアと貸してコブラツイスト、トヨタそれをスピン投げて返した、これも珍しい返しですよ。やっぱりねコブラ、はい、コブラ今決めさせちゃうとあのグランド技に入られちゃうから、はい、ロリケンドいきますからね、いくでしょうね、はい、2度目のトヨタコブラツイスト、これも返した。いや、 やりたいことはね、ネタは上がってるっていうんですか、ネタは上がってるから承知してるという、井上京子もやらすわけいかない相葉さんね。バックへ、そしてバックランドオブラ、そして3度目のローリングクレードル、トヨタマナミも性格的にしつこいね、ぐるぐるとリング6メートル四方のリングを回る、何回転回ってるのか、ここでカバーに入った、カウント2押し、やっぱり自分の見せ場は このぐらいこだわらないとダメですよ ね、 そうですね。いや、あっぱれでした。そしてなおもロープ2段目から、今度は頭からかな、頭から突っ込むバージョン、あ、これ違うか、ミサイルキック、吹っ飛ぶ井上京子、このセカンドロープものがいっぱいあるといいですね。そうですね、あのこの4つのコーナー使い分けるという、ちゃんと、なおもミサイルキックの連打です。お、サービス、今度は青コーナーに登りましたよ、内上さん、伝説の22連発、マスクラスを超えるんでしょうかね、超えてほしい、今顔いきましたね、はい、前から後ろからどっからでも飛ぶことができるトヨタのミサイルキック、正面からもろ顎に入ってダウンした井上京子、覆いかぶさって惜しい、エビ固めカウント2。いや、この程度の打撃技ではあの井上京子フォールすることは難しいと思いますね。そうですか、よくチャンピオン井上京子もカウント2で返しました。そしてこの横浜文化体育館の歓声は京子ゴールに変わりまして、トヨタがボディスラムダウンした京子にトヨタの2段目からのミサイルキックをまたしても逆肩エビ固めです。必要な逆エビ、そして逆肩エビ固め、やっぱり相手が派手な技で来るならじゃあこっちは地味でとか、そういう結構へそ曲がり的な感覚で井上京子が試合をやるというのはどうですか。見応えありますけどもね。そしてあのこのドロップキックっていうのは非常にこの逆エビにですね捕まれてしまうという、こういうやっぱウィークポイントがあるかなと思いますね、斉藤さん。本来ミサイルキックっていうのは隙だらけの技のはずなんですよね。はい、ね、ですからあれは当たったから酔うようなもの、これ外されるとやっぱり自分が自ら、落差大きいですしね、はい、ダメージを、はい、こもりますんでね、藤上さん、はい、ドロップ引く、ドロップ引く、そして逆エビ、逆エビ、両選手の個性が本当に鮮やかに分かれてますけども、こだわりの美学っていうやつですかね。なるほど、まあ、それぞれ持ち味を出して戦ってる両者ですね。はい、ここでまたしてもロー&ローですね、弓矢固め、しつこくグランドレスリングを仕掛けていく井上京子、どうにかトヨタの動きを止めたいということでしょうか、斉藤さん。そうかもしれませんね。しかし
手のスタミナではですね、両選手ともね負けず劣らずね頑張っていますんでね、なかなかこのグランドレスリングもそして空中殺法も決定打では今一つかけますけども、ここも綺麗なブルジで返したトヨタです。なおもそれという掛け声とともに逆エビ、これはすごいよ、ちょっと、行き詰まってきましたね。すごい角度ですね、角度がすごすぎますね。箱見たくなってますね。この字型になってますね。はい、これこの字型めって言うんですよ。そうですか、カタカナのこ、そのままですね。あのスタンハンセンが菊池選手にやった、逆エビということでこの字型めってあるそうです。この字型め、そうですか、新しいネーミングができましたね。そのトヨタロッペ振って、これは一回転しての、これは天才的なローリングクラッチホールド、トヨタのものですね。これは何度見てもため息が出ますね。すごすぎる、芸術品です、天才ですね。これは素晴らしすぎる。そしてトップロープに登ってのフライングボディ、フライングヘッドバットですね。これを膝で返した井上京子、串刺しボディプレスっていうのかな、はい、あ、回すのかな、しょうもないこと、ここで両足取ってジャイアントスイングです。内上さん、はい、これは見ていて私ですね、基礎系引いちゃうんですけども、これですか、はい、ジャイアントスイング私嫌いなんですよ。なんで嫌いなんですか。なんか見ててこう、なんか血が引いたんで引いてくなって気がしません。あ、そうですか。これやっぱ長谷選手が今使うんですけど、昔はこれはだって効くんですかね。いや、やっぱり効くと思いますよ。いや、この技はね、気持ちが良くなる。なるほど、ハイになる。これもトヨタ見事なブリッジで返しました。かける方もきついが、受ける方もきつい、ジャイアントスイング、クローバー、そしてテキサスクローバー、四つ葉固めをチョップで返して、トヨタがバックジャーマンスプレックスホールド、カウントアッツーです。そしてトヨタがトペに行った、間髪入れずってこういうこと言うんでしょう ね、 ですね。今ジャーマンの大技あったばっかりじゃないですか。なおも大下京子にトップロップがフランジャースイシーだ。この人大技のデパートなんですよね。そしてこれは内上さん、はい、トップロープラッキーマーダームービー、怖いですね。本当にトペ、そしてプランチャー推進だ。とどめはルチャリブレ空中殺法の花形ラケブラーダをお見舞いしたトヨタ、見せてくれます。先にリング内に戻って井上京子バックが回ってんの、これはタイガースープレックスだ。ちょっと今入りが浅かったですよね。そうでしたね、はい、ちょっとスピードもなかったですね。おそらくオースイの形でしたよね、オースイで重かったんですよ、はい、井上京子、はい、そしてムーンサルトプレスだ。これは自爆なった、ここで井上京子は逆転出るのか。これはロベルスペシャルが前方で決まった。これは持ち上げたがバランスを崩した、ロープにトヨタが逃げたぞ。先ほどの空中3連台対抗して井上京子なんどんな技を繰り出すのか、ボディスラムポンポンって飛んじゃうんですよこの人。いい身軽で、そしてロープ最初高のフライングエルボートップ、これも見事だ。バランスがいいですね。はい、これもしかしカウントついて返すトヨタ、本当に言葉では一進一退と言いますけども見事な、何をやってくれるのかな。さあこれはナイアガルトライバーで言うのか、いやローリングがちょうどトヨタが返したが、これもカウントはツーだ。江藤さん、うん、次の攻撃読めませんね。素晴らしい飛びつきの、これはフランクヘッドスタークロック、これもカウント2、一体いくつ技が出たんでしょうか。行き詰まる IWA 世界最後の最後にね、はい、大技をきちっとやった方がフォールを取るでしょうね。今回はやりすぎると雑になってくるでしょう。なるほど、コーナーへ振った井上京子、トヨタを捉えて何を出すのか。あっと危ない、これは今はスープレックスノーザナイトになったんでしょうか。カバーに入った、しかしカウントは2、危ない投げ方でしたね今。はい、ちょっと体勢手のロックが甘かったような井上京子でしたけども、あっとカウントありゃ、これで決まらないとなると辛いですよ井上京子も。そうですね、焦りが出なければいいですけども。
攻めに攻める井上京子、耐えるトヨタ、場内トヨタコールが大きい。今日のロープ、これ、待って、